皆さん、こんにちは。ニコと一緒に、豊崎あきです。本日ニコと一緒に遊ぶのは、こちら、スーパーキャットさんスクリューフットボール、でございます。あー、もう遊びたい。こちらのね、スクリューフットボール、これは、とにかく丈夫だと。ジャックラッセルってすごい狩猟犬で、めちゃめちゃ歯がね、強いんですよ。なので、とにかくこれはもうジャック界でもこのボールはかなりいいと、とにかく丈夫で壊れないよっていうのを聞いたので、ちょっと今回ニコさんに遊んでもらおうと思います。ほら、よーし、どうこれ、すごい食いつき。スクリューフットボール、まあこうやってスクリューの感じになってるんですけど、遊んでもらってる様子を撮ってみたいと思います。こうも夢中ですね。ワンちゃんまっしぐらですよ。わーはー、見てください、この凶暴な歯に耐えうる。あ、全然無傷。あ、これマジすごいかも。わー、どうですか。お、結構この楕円っていうのが、この人間側もちょっと持ちやすく。あれ、あれ、猫ちゃん何この音、何この音、何この音、うわー。はい、というわけで、今回は、このスーパーキャットスクリューフットボールで、ニコちゃんと一緒に遊んでみました。結構大概のボールをもうほんと1日で壊しちゃったりとかするんですけど、これに関しては割と今のところ結構遊んでるんですけど、無傷だし、なんていうんですかね、もしこれお外で遊んだ、今日は室内ですけど、お外で遊んだ場合は多分ですけど、水洗いとかバーってできるような素材なので、そういう意味でもすごくいいんじゃないかなと思います。またね、たくさん一緒に遊びたいと思います。ねーねーねー、猫ちゃん返事せんのかいということで、いいねボタン、コメント、チャンネル登録お待ちしてます。じゃあねー、いてて、はい。よろしくね。